れません。じゃあご飯食べるでよ。はい、いただきます。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 今日のご飯は何ですか？今日のご飯はおかゆ。10倍が言う。ペーストはしてません。50g。やな顔した今。あとお野菜。ミキサーにかけたやつ。小松菜、豆苗、ブロッコリー、人参、かぼちゃを、人参チンしてミキサーブーかけたやつ。プラス、昆布の納豆ペーストでございます。いかがですか？今日はどう？ねえ、馬力すごい。この間さ、納豆のこのペースト半分ずつにしたからさ、7.5 ずつ。今日、15だね。入ってるから。ネバネバすごい。香りもそのまま納豆。美味しいよな。これ納豆だな。この前食べたなって言ってんの。この前食べたな、でんでで。ねちょねちょしてるよ。ねちょねちょしてるよ。ペースト状ってもあれなんだね。ちょっとつぶつぶ残ってるのかな。気のちえこれ。気のちえか。お米に色ついてただけか。ジュルジュルか。茶色いジュルジュルで。うん。大豆のいい匂いする。大豆のいい匂い。大豆！納豆よかったね。くちゃいとか食べれないってじゃなくて。なんて言ったって。パパはね、納豆星人だからね。毎朝納豆食べて。いそほら、ブーン。女性ホルモン出るよ。イソブラボン。毎朝食べてすごいね。今日はママも食べたよ。なんかおいしいね。なんで覗き込んでんの。同じもん食べてるよ。ネチョネチョしてる口。指立てながらネチョネチョ。なんか離乳食もっと機嫌良ければ食べれる、もっと食べれるなって感じするんだけども、食べれるだけ増やしていいのかな。まあそんなね、あの食べれるだけっても限度があるけど。はい、大きくて開けてくれ。納豆だと思うと慎重にあげちゃうよ。なんでかって周りに飛び散ったら納豆星人になっちゃうからさ。納豆とかさ、うん、お魚が入ってる時はね、なんか周り飛び散ると思うと、あの食感なのがちょっと生臭い感じ、周りがプン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 しちゃうから、ちょっと慎重にあげてるざます。何もないよ、そこ。おいしい。
何時ですか？朝の9時半でございます。次のミルクだと遅くなっちゃうので食べてます。うん、上手上手だ。上手上手ね。お口あん開けて、あー大きな口、偉い偉い、よいしょと。嬉しいな、嬉しい、美味しい、ね、もう将来お米食べる子になりそう。買っとかないとね、なくならないように。お米の消費がすごそうで、いろいろ消費が一気に来るぞ。大変だ大変だ大変だ。二人暮らし、てか二人暮らしなの。大人二人で米もりもり食べてもやっぱお家で食べるからね。お家で食べるし、お弁当にも使うし、お米生活してるとすぐなくなるね、お米ね。ねえ、1月の1月末にお米15キロがお家に来て、もう10キロは食べてるから。ペコペコ。1ヶ月5キロぐらい食べてるのかな。やめなよ、やめなよ、やめな。手出すの、可愛いからって手出すのやめなさい。かわいい子ちゃんに手出して。まず。順番じゃないじゃんって。どうしたの？自分のスプーン持ちたくなっちゃった。いや、自分でスプーン持ちたくなっちゃった。じゃあ持ってあげる。はい、自分でスプーン持ってください。ついたよ。すいません、これ腕に手についたの食べていただけませんか。あ、すいません、こっち、あ、さあ、スプーン取られたの。あら、なんで取られたの、どういう流れ、見てなかったけど。納豆食べてブーも困るな。スプーン喉つっかえないでくださいよ、見てるからね。はい、スプーンじゃなくてこっちを食べてください。こっちで食べてください。そうです、こっちです。こっちを食べてください。今日は納豆ですよ。これ味が納豆です。納豆には何を入れる派ですか？ママはあんまりタレを入れません。ほぼ入れません。タレは入れるとしょっぱく感じちゃいます。おかずがしょっぱい場合はタレ特に入れません。でも納豆にお酢入れるとふわふわで美味しいです。しらすも入れるといいね、美味しいね。しらすの塩分でね、ちょうどいいね。うん。よくね、ご飯。うわー！ご飯にお酢かけてね、酢飯にするの。それで納豆ご飯好きですね。海苔巻いて。美味しいね。美味しいね。行くでよ。はいはいはい、はい、ご飯終わり。はい、ミルク行くでよ。口拭くで。
はい、手前にいるのは誰だ？小雪くん。はい、お口拭くぜよ。はい、こちら。はい、こちゃん。お口拭くで。はい、はい。ごちそうさまりんこ。さよなら。はい、ミルクを好きなだけお飲みください。よいしょ。ジボ？ジボ？ミルクタイム。ブンブン。うるさい？黙るね。ほっ。おいしい。ミルクおいしい。飲めるだけ飲んでください。これ全部飲んでもいいかなってぐらいの量にしました。黙るね。ほっ。今日の朝ごはんタイムでした。さあ、こんな後。今日一日長いぜ、まだ9時半だぜ。さっき9時半だったよね。びっくりやな。ちょ、腕疲れちゃった。腕疲れちゃった。よいしょ。